ナミキです。今日は久しぶりのメイク動画やっていきたいと思います。でね、今日は最近ね、結構ツイッターとかでもリクエストが多かった春の毎日メイクやっていきたいと思います。でね、私は最近すごいピンクなんですよそう、全身ピンク色で春のメイクもすごいピンクなのね。で、だから毎日メイクだけどすごいピンクキラキラメイクみたいな感じになると思います。じゃあちょっと聞いて、いくらアイロンしてもこう浮くんだよね。これどうすれば治るかな。これ分かる方教えて、ぜひお願いします。それじゃあメイクやっていきます。はい、じゃあまずはベースメイクですね。今スキンケアして日焼け止めは塗ってあります。もうスキンケアの最後、日焼け止めで乳液みたいな感じで抑えるって感じで使ってるんで、こちら雪肌精のサンプロテクトエッセンスジェル、いつもこちら使ってます。よかったら前に日焼け止めの塗り方の動画出してるので、そちらもチェックしてみてください。まずは下地ですね。はい、こちらイプサのスーパーマットコンシーラー部分用ファンデーション、これをこう指にちょこっと米粒ぐらい取ります。これ塗っとくと皮脂崩れがしにくくなるので、結構ね気に入って使ってます。塗った後の触った感じがすごいね、サラサラになりますね。次またイプサ、イプサコントロールベースのピンク、もうこれは私の動画じゃかなり定番かなと思うんですけど、もうね何本目だろう、もう残り少ないんですよ。こういうちょっと薄いピンクの下地です。これを、まあ、大体この頬の広い範囲、こう三角に塗る感じかな。最近は全部全部には塗らないです。もうメイクするのはこの中心って感じ。そしたらファンデーション、春といえばもうこちらですね。ティープログラムアレルバリアエッセンス BB のライト、これはね敏感肌用、日中予備用液、化粧下地って、もう全部なんかいろいろ入ってる、もう塗ってるけどね、そう下地とか塗ってるけど、これ結構春花粉症とかで肌が荒れやすい時期にいいみたいな感じで、去年すごいみんな買ってたよね。プロモーションもやってたなと思うんだけど、今年また春になって出して使ってます。色は私のこんな感じですね。これをポン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 、おでこはそんなに塗らないんだけど、まあなじませるためにちょっと塗っとく。これでこう伸ばします。伸ばすんだけど広げすぎず、もう顔の中心部をきれいにしていくって感じで塗ります。でちょっと余ったのを首にも塗ってなじませる。でちょっとここも押さえとこう、押さえてたら収まるかしら。私あんまりまぶたの上は塗らない派です。なんかあんま塗るとよれるんだよね。で水で濡らしたビューティーブレンダーで叩き込みます。はい、でちょっと最近結構クマが気になるんで、イプサのクリエイティブコンシーラーを使ってちょっとカバーしていきます。これも本当に気になるところに塗って、でその場で叩き込む、こう広げずにこの場所になじませる。そしたら次チークを少し仕込ませておきます。これもなんか私あんまメイク道具変わんないんでポーランド人のクリーミーチークカラー、これを指にポポポーンとなじませて、うん、黒目の下らへん2個、これはこれでやっといて、あとでパウダーもします。でパウダーはキャンディードールのホワイトピュアパウダーノーマル、前シャイニーの方使ってたんだけど使い切っちゃったんで今ノーマルを使ってます。T ゾーンとかこう皮脂が出やすいところは付属のパフで叩いて、こう穴の周りと、あと目の下ギリギリのところとかもしっかり叩くような感じで、で他のこういう広い範囲は大きいブラシ使います。パウダーをこうやって蓋に出しちゃってこう含ませる、たっぷり含ませたらブラシを、机がいいんだけど、まあこうトン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 って
やってパウダーをこうブラシの奥の方になじませます。で、あとはこう磨き上げるような感じでくるくるっとつけていきます。こうやって塗ると押さえたいところはしっかり押さえつつ、全体的にはもうこっちで軽くつけてるので厚塗りっぽくならない、素肌感ちゃんと残した感じのベースメイクになります。で、次アイメイクいきます。まずこちら、あ、逆キャンメイクラスティングマルチアイベース、最近のお気に入りのコスメでも紹介したんですけど、これね、指にとってちょっと手の甲をパレットみたいな感じにしながら量を調節したら、まずまぶた全体につけます。で、目の下にも私塗るので、小指を使って目の下ギリギリの際のところにも塗ります。さらに眉毛のパウダーがしっかり塗るように眉毛にも塗ります。特に私はこの辺が薄いので、ここはしっかり。そしたらカラーをのせていくんですけど、相変わらずこちら使ってます、シュウエムラのピーチズアイ&チークパレット。去年のクリスマスコフレで出たやつで、冬はオレンジを中心に使ってたんだけど、春になってきてやっぱピンク使いたくなりますよね。で、ピンクの方を中心に使うようになりました。まず一番左のピンクを指に取ります。もうこのままバーッとアイホール全体にのせちゃいます。うっすらピンクっぽくなったの分かるかな。で、次隣の薄い紫を塗るんですが、毎日メイクとか言っててこの塗る位置割とねあんま決まってなくって、その位置だけ毎日変えてるみたいな。今日はね、目の中心の方に塗ってみたいと思います。はい、塗りました。そしたらちょっとバランス見ながら目尻はピンクもっと濃くしようかな。こんな風にね、微妙に毎日変えてた、そういえばだから紫が外側の日もあります。で、最初のピンクは全体に塗ったけど、今のピンクはこの目の半分ぐらい、アイホールより半分ぐらいに収めるように色を強く出すことを考えておいてます。はい、こんな感じになりました。で、下にはこのオフホワイト、指がこのオフホワイトをブラシに取って塗ります。で、ここからやっぱね、春のピンクといえばこれだよね。アディクションのザ・アイシャドウの99番、これをちょっとこれラメ感が強いのでラメを足すって感じでこうファーッと塗ります。そして下まぶたの目尻3分の1にこちらの LA スプラッシュリキッドアイライナーを塗ります。あんま範囲は広げないで、こう狭くやった方が多分アラサー大人っぽく使えると思う。なんか昔はすごいもう全部グワーってラメやってたの。でもそれだとちょっとね、やっぱりもう合わなくなってきて、最近はもう目尻に細く入れるっていうのをやってます。こんな感じ、わかるかな。目尻から細く黒目がこう丸く下にここつく、ここでストップ。そしてビューラーをずっとこれだな、資生堂のビューラー使ってます。ビューラーでまず根元ちょっとずつ上に上げていきます。肘も一緒に上げると
よく上がる。私だいぶ下がりまつげなんで結構何回かやり直します。そしてアイライナー、最近はちょっと跳ね上げすることが多いんですよね。ピンクの強気メイクみたいなイメージ、ピンクキラキラ強気メイクで使うのは黒です。ロッシモテライナーリキッドのブラック。まず鏡を下に置いてこうまつげの隙間を埋めるような感じでちょこちょこちょこっと塗ります。でこの時結構もしちょこちょこやっててガタついちゃったら上からこう線を整えます。で跳ね上げるって言ったけどまだ跳ね上げない、一回両方描いてから調節します。かけたら上からラインを整えます。はい、ライン引けました。でここから跳ね上げていきます。跳ね上げたい角度にちょっと書いて、同じ角度になるようにならなかったちょっと長くなっちゃったこっち。はい、こんな風に左右書いたらここから三角を描くようにつなげます。ちょっとこっちの方が太くなっちゃった。うん、こんな感じです。閉じる、開ける。そしてマスカラがエレガンスカールラッシュフィクサーです。これを下からグッと持ち上げるように塗ります。これは結構ねキープ力があってしっかり持ち上げた後も全然下がってこずに夕方までいてくれるので結構ね使ってます。最近目尻が特に塗り残しやすいし下がりやすいのでしっかりこう縦にして目尻は塗ります。でここで一回ホットビューラー当てます。ホットビューラー当てることでも先にしっかり上げきっちゃうのと、あと下地の時点でダマとかになってたり、こう何いっぱいついて溜まってるところがあったりすると、後でマスカラ塗った時にそこがやっぱりどうしてもぐしゃっとなるので先に整えます。そしたら次マスカラ、もうね最近はこれ1個で上下やっちゃってます。お気に入りでも紹介した不老不死モテマスカラ、ブラシがめちゃくちゃちっちゃいです。これを塗ります。もう先に形は整えちゃってるんで本当に撫でるような感じで塗ってます。そして下にも塗ります。やっぱブラシがちっちゃいんでめっちゃ下塗りやすいです。と言いつつなんかすごいダマができた。ピッ、だいたい基本は横にジグザグってして、塗りづらいところはこう縦に持ってちょこちょこちょこって塗ります。塗ったら最後またホットビューラーでダマを取りつつ伸ばして整えます。はい、目は OK なので次眉毛ですね。眉毛こちら使います。リプサアイブロウクリエイティブパレット、これは素晴らしいです。私のピンクの眉毛にも対応しています。本当は普通に茶色とかで描いた上にこうピンクをニュアンスにのせようっていうためにあるピンクなんですけど、私はもうピンクだけで描きます。結構ぶっといブラシで一気に眉毛の下のラインを描く感じ、ガッとここから上を調節していくように描きます。ブラシ
頭の方はこうふわっとぼかす感じで、左右のバランス見ながら微調整。でもどうせこっちはね隠れちゃうからそんなにねきっちり一緒にはしないんだけど、ね、そういうとこが手抜きなんだな。強気って感じで、はい、太めに描きます。で眉毛だいぶ今ちょっと黒いの生えてきちゃってるんで、眉マスカラ、ラブスイッチのピンクブラウンアイブロウ、これブラシにたくさんつくんでちょっともったいないかなって思うのを我慢して一回ティッシュで拭きます。そしたら眉毛の流れにまず逆らうようにつけて、そしてまた流れを整えます。ちょっと黒いなってとこはまた流れに逆らって戻す。で今日みたいなお洋服の時はちょっとキリッと見せたいので、目頭をちょっと上にこう立てる。これやると少しキリッと見える気がする。反対も同じように塗っていきます。そしてリップ、リップは日によって違うけど、まあ今お洋服に合わせた同じくらいのピンクを塗るのが好きで、この洋服の時はこれエチュードハウスのディアダーリンソーダティント、これをもうそのまま塗ります。はい、こんな感じで塗りました。このティントはこうね、形がシュッと尖ってるのですっごい口角の方塗りやすいです。そしたら最後チークですね。またこちら登場です。このパレットのピンクとオレンジのチーク、これを2色わーっともう混ぜちゃいます。パレットすごい汚れてたなめっちゃなんか汚い、綺麗にするべきですね撮影の時は。はい、でこれをブラシに取ったら黒目の下のここの骨のところから頬骨に沿ってこうスッと上げるような感じでさっさと塗ります。はい、こんな感じでメイク完成しました。最近の毎日メイクこんな感じです。自分の中で意外だったのが跳ね上げを毎日やってる自分が結構意外です。前は結構ひたすら垂れ目垂れ目な自分だったんですけど、ちょっとね最近強くいきたいそんな感じ。というわけで久々にメイク動画やってみました。今回使ったコスメ全部動画概要欄に名前とかリンクとか分かるもの貼っておくので、気になるのあったらぜひチェックしてみてください。あとね、今日はこんな感じで初めてちょっとこの家になってからメイク動画撮ってみたんですけど、どうでした？なんかいろいろね、なんかズームしたりやってみたりしたんだけど、こうしたらもっと見やすいとか、ここが良かったとか、ぜひ意見聞かせてください。あとこういう動画見たいとか、そういうリクエストもお待ちしています。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。この動画楽しんでいただけたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日も間違えた。もう一回本日もって言っちゃった。バイバーイ。最近よく着てるこのワンピースはメリージェニーで、で一緒に合わせてるアクセサリー、チョーカーとピアスはパチパチファクトリーでーす。